はい、本日はですね、こちらノースフェイスのバルトロライトジャケットとヒマラヤンパーカーの比較をしていきたいなというふうに思います。ということになってですね、バルトロライトジャケットといえば、大体このチャンネルを見てくれてる方はですね、ああ、聞いたことある、見たことあるっていう方も多いと思うんですね。で、逆にこのヒマラヤンパーカーっていうと、あんま知らんなっていう方もいてれば、ノースが好きな方からしたら、ああ、それね、奥の手出してきたねっていう感じだと思うんですけど、バルトロライトジャケットはね、人気で、それこそ6万円ぐらいするってことで、巷で結構着てはる人が多くて、いつか俺もあのジャケット着てみたいねんなとか、あ、今年はちょっと頑張って給料貯めて買おうかなとか、今回はちょっとお小遣いを前借りして買ってみようかななんて思いながらようやく買えたっていう方もいらっしゃると思いますし、いや、まだ買ってないねんなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。で、実はそのバルトロライトジャケット、ノースウェストの中でもダウンジャケットで6万円ぐらいで安くはないじゃないですか。それ安いやつだと3万円ぐらいのヌプシというジャケットがあったりするんですけどね、そんなんがあったりするので、そんな安くはない、な、頑張って買ったやけど、実はもう一個この後ろにワンランク上のダウンジャケットがあるんですね。おいおいおい、そのもう一個上があったんかいなと。今までバルトロライトジャケットが最高峰やと思って6万円貯めて、なんとか6万円握りしめて、ノースウェストの店員さん見て値段交渉しようかな、いやでもこんなところで値段交渉して恥ずかしいな、いやでも関西の方とかでちょっとこれなんかポイントとか使えへんの、10倍ぐらい使えへんの、今日ちょっとやってくれよとかって思いながら、いろいろこうやり取りして買い物したと思うんですけど、実はそのワンランク上があったという。で、そのワンランクは何なのというと、ヒマラヤンパーカーということなんですね。で、それの以前レビュー動画出したんですけど、結構これが似てるんですよね。パッて見てもらった感じから分かると思うんですけど、これ前のがバルトロライトジャケットで、バルトロライトジャケットこっち持ちますね。これがバルトロライトジャケットで、こっちの、今ハンガーにかかってる方がヒマラヤンパーカー、あ、めちゃくちゃ似てるやんということで、一応カラーはね、ブラック、両方ともブラックやし、なおかつサイズも全く一緒なんですよ。 M サイズで購入してるので、これはちょうど比較の違いがあるなと思って今から比較していこうと思うんですけど、そもそもバルトロライトジャケットとヒマラヤンパーカーってもうパッと見一緒じゃないですか。やったらそれぞれの特徴ってどこにあんのかなとかって思ったりすると思うんで、どこにあんの、ほんならちょっと教えてもらおうかって言って、おかんなんて言ってたって言ったらですね、胸のとこに大きくバンとノースフェイスっていうロゴがついてるんですよねっていうことになって、ほな、それバルトロライトジャケットやないかい。バルトロライトジャケットはだいたいこう胸のところにボカンとあのロゴがついたりするけど、それ以外にやと他になんか特徴とか言ってたっていうとですね、この左腕のところにサミットシリーズって入ってるんですね。ほな、それバルトロライトジャケットないやないかいうことで、バルトロライトジャケットといえばここのロゴだけで、他のロゴはもう一切ないのがバルトロライトジャケットなんよ。ここにサミットシリーズなんか左胸に入ってる、左腕に入ってるっていうことは、それは絶対バルトロライトジャケットじゃないでしょうということになってきて、ほな、なんか他に特徴を言ってたってなると思うんですよ。ほんならですね、雪だるまみたいにモコモコしてるシルエットというか、ノースフェイスの中でも特に首周りのフードであったりするのがもうモコモコしてて、いかにも代表的なダウンジャケットなんですよって言ったら、ほなバルトロライトジャケットやないかいって、バルトロライトジャケットといえばこう雪だるまみたいなシルエットでモコモコしてるのがあのバルトロらしさであったりするんかなと思うので、そうなるともうバルトロジャケットで決まりやないかいって、他に何か言うてた言ったらですね、なんと900フィルパワーのダウンが含まれてるということなんですね。ほなバルトロライトジャケットじゃないやないかいうことで、バルトロライトジャケットで言えば何のフィルパワーが使われてるから明記されてへんけども、とにかく暖かいという売り言葉でみんな買っていくもんなんよと。ほんなら900フィルパワーのダウンジャケットやったらもう900押し出してるから絶対バルトロやないじゃないかということで、ちょっと前置きが長くなったんですけども、そういったね、若干の特徴が違うかったりするんですよ。それを今日は話していくんですけど、今日の流れとしてはですね、ちょっと台本がどっか行っちゃったな、ここにあるな。はい、まず最初は値段ですよね。値段の違いとか、あとはサイズの違い、サイズが実は同じ M サイズでも全く違うんですよね。身幅とかもそうやし、でバルトロで言うとこれぐらいのサイズ感になってくりますよみたいな話をして、その次に生地感とかですよね、どういうところが生地感若干違うんか、そして次は中綿、綿はどう違うんか、900フィルパワーってさっき言ったんですけど、そういうところが若干違いますよっていう話をして、でちょっとこれマイク取れてるか確認ですね。こんだけ取れ、マシンガントークで喋って取れなかった地獄なんでね。でその後にポケットとかの形を最後見ていって終わりにしていきたいなというふうに思いますね。その順番でいきたいなと思います。まず値段からいきましょうか。こちらの前にあるバルトロライトジャケットの値段はですね、こちらが6万円ちょうどぐらい、消費税入れて6万円ちょっとぐらいって感じですかね、という値段になってて、それだけでもね、ダウンとしてはそんなに安いダウンではないと思うんですけど、これがバルトロライトジャケット。果たして、こっちのヒマラヤンパーカーの方はですね、消費税込みで9万円ちょっとぐらいなんですね。だからその差大体3万円ぐらいの差がありますので、 1.5 倍ぐらいの値段の差がありますと。こんな 1.5 倍の値段差があるんやったら何かしらの差があるんでしょうねと。それ全く同じもので値段が 1.5 倍違うっていうことはないじゃないですか。こんな 1.5 倍も違うんやっ
たら倍、まあ、1.5 倍あったかいとは言わんでも 1.5 倍使いやすかったりするのかなというところがあったりすると思うので、じゃあ次サイズを見ていきたいなと思いますので、次はサイズに行こうかなと思ったんですけど、先に形出た方がいいですね。ポケットとかの形を見ていこうかなと思います。まあ、パッと見てもらうとですね、まあ、明らかにサミットシリーズのこのヒマラヤンパーカーの方がロゴとかも多いんですよね。でノースフェイスのロゴだけでも後ろ合わせた4箇所あるのか、前胸左腕右腕そして後ろにがあるということで、それ以外にあったサミットシリーズってあったりするんですけど、こっちのバルトライトジャケットは表に1箇所、そして裏に1箇所がノースフェイスのロゴが入ってて、それ以外はもう何も入ってないんですよ。ロゴも何もない。そしてジップの数で言っても、まあ、バルトロライトジャケットは胸に2箇所あって、これは両方とも止水ジップという、まあ、水が入らないジップを使ってて、この高いヒマラヤンパーカーの方も両方とも胸にポケットがあってジップがついてますね。そして脇のところのポケットも両方とも同じような感じでジップがついててポケットがありますと。だから、まあ、ポケットの数とかで言うとその変わりないんですよね。で唯一このノースフェイスのロゴの下になんかこう鉛筆刺すとこがなんかありますねっていう話してたら、なんかどうやら視聴者の方のコメント見る限り、なんかトランシーバーをなんかとか言ってたから、なんかそういうなんかトランシーバー的な感じなんでしょうね。まあ、それもちょっとどういうことなんかはっきり僕は分かってないんですけど、まあ、そういったことになってるので、まあ、ほぼほぼポケットの数とかで言うところは違いがないという感じになってて、次はこっからちょっとだけ差が出てくるんですけど、まず生地感いきましょうか。生地感、外の生地っていうところを見てもらいたいんですけど、アップでまずじゃあバルトロの方から見てもらうと、ちょっとどっちかっていうとマットな質感になってて、あなんかこうマットな感じやなっていうのと、じゃあ対してヒマラヤンパーカーの方がもうちょっとシャリシャリした感じの生地感にはなってるんですけども、両方とも生地の厚さは全く一緒なんですよ。30デニールって、まあ、生地を表す数値があるんですけどね、その薄さはもう全く同じになってるので、あほんなじゃあ変わりないんちゃうかというと変わりあるんですよ。何が変わりがあるかというと、そもそもこの高いヒマラヤンパーカーの方がより頑丈に、あの同じ30デニールの生地使われてるけども、リップストップナイロンといって、まあ、生地が破れにくいタイプのゴアテックスウィンドストッパーというのが使われてるんですね。今はもうよくわからない人からしたら暗号みたいに聞こえると思うんですけど、要は頑丈で、バルトロライトジャケットの上位版の生地が使われてると思ってもらったら分かりやすいと思うんですけど、まあ、そういった生地が使われているので頑丈でガシガシ切れますよということ で、さらにそれ以外やったらですね、実はバルトロにはないんですけど、ヒマラヤンパーカーこっちの高い方にはあるという機能があって、まあ、機能というか生地が使われて、それが何かというと、例えばこの肘とかあとは肩周りの部分っていうのが補強されてるんですよね。でこれはまあ両方ともブラックやからあんま分かりづらいんですけど、まあ、バルトロにしてもこの後ろのヒマラヤンパーカーにしてもカラー、他のカラーとか選んだら赤とかやったらですね、この肘のとこと肩のとこだけ黒なんですよね。で黄色も選んでも肘のとこと肩のとこだけ、黒なんですよ。でそれはバルトロも後ろのやつも一緒同じような感じなんですけど、それはバルトロに関してはただ色が変わってるだけで生地が補強されてるわけではないんですよ。だから同じような生地が使われてるんですけど、このヒマラヤンパーカーに関しては生地がで、ね、もう一個分厚めの生地が採用されてて、普通に使ってる方の生地がまあレベル30じゃないですか。ほんでこっちの補強の方の生地はレベル40なんですね。40デニールって生地が使われてるので、まあ、より頑丈なんで、ちょっと擦ったりとかしても全然問題ないし、まあ、雪山で使うように考えられてるからこけたりとかしても破れにくくなってたり、あとリュックを背負ってもこの何て言うか摩擦とかが起きても大丈夫なようになってるっていうのがヒマラヤンパーカーの特徴になってくるかなと思いますね。だからその辺が生地として違うので、やっぱりワンランク上というか、まあ一個ちょっとこっちの方が丈夫であって、なおかつ使う用途もちゃんと考えられてるなというような感じは、まあ線ではないかなっていうのが、まあ生地感ですかね。そしてこれもまあちょっと細かい話にはなってくるんですけど、バルトロライトジャケットはこの裏生地もね若干違うんですよね。で裏生地が若干違うっていうのは、まあ、バルトロライトジャケットパッと開けてもらったら、特に普通のナイロンの生地が裏の生地に使われてるんですよ。別にこれは悪いとかいいとかじゃなくて、まあ、普通に生地が使われてて、対してこの高い方のヒマラヤンパーカーはこうパッて開けるとですね、中に同じナイロンの生地かなと思いきや、実はパーテックスという、まあ、これもですね、ナイロンの頑丈なナイロンという、まあ、ナイロンの中でも丈夫なナイロンが使われてて、外に使われてるのはゴアテックスっていう、まあ、風とかが通さないやつなんですけど、中に使われてるのはより風を通す通さないとかっていう話じゃなくて、丈夫さが必要になってくるので、丈夫な生地が採用されてるっていうところも、やっぱりこの辺はヒマラヤンパーカーが高いゆえんかななんて思ったりするんですけど、その辺が生地が違うかなと思います。そして次はダウンの量ですよね。まあ、パッて見てもらってるだけでも分かるかなと思うんですけど、これねノースフェイスのバルトロライトジャケット、僕今これ持って揺らしてますね。これってめちゃくちゃダウンのボリュームあるって街中で言われてるじゃないですか。で実際あると思うんですよ。他のダウンジャケットに比べたらめちゃくちゃあると思うんですけど、それとこれ横にあるヒマラヤンパーカー比べるじゃないですか。圧
倒的にヒマラヤンパーカーの方がでかいんですよね。でボリュームも多い、まあ、なので体格差で言うと、まあ、ほんまバルトロが悟空でこっちのヒマラヤンパーカーがブロリーみたいな感じになってる。もしくは北斗の拳で例えるならこのバルトロがケンシロウですよね。でこっちの方がラオウですよねっていうことになってるぐらいの体格差があるから、それ分かってもらったら、ああ確かにじゃあ 1.5 倍ぐらい大きいなみたいな、この綿が結構詰まってるなっていうのが分かってもらえると思うんですけど、まあ、そもそも綿の量がだいぶ違うということになってますね。 1.5 倍ぐらい違うって言っても過言じゃないかなと思います。でまあそれがなんでなんかっていうと、普通腕とか胴体にダウン入ってるのってまあそれは普通じゃないですか。それはどんなダウンジャケットも入ってるのは分かるんですけど、このヒマラヤンパーカーに関してはめちゃくちゃ細かいところまで入ってるんですよね。例えばポケットの手入れた外側の部分にもダウンがちゃんと入ってたりするし、あとジップを締めたりとかした時の首元の生地とかにもちゃんとダウンが全部彫り込まれてるんですよ。だから細かいところまで全部ダウン彫り込まれてるっていうところで、まあ、ダウンの使ってる量がそもそもだいぶ違うやろなと思わされるような感じになってるので、まあ、この辺はダウンの量としてはまず違うと思いますし、まあ、配合はねそんなに変わらないですよ。あんまり変わらなくて、配合って何っていうと、例えばダウン 70% フェザー 20% 30% かとかっていうのあると思うんですけど、その配合っていうのはまあほぼほぼ変わらなくて、まあ、バルトロがダウンが 72% そして光電子が 20%そしてフェザーが 8% という感じになってて、対してヒマラヤンの方は76がダウン20が光電子そして4がフェザーっていうことなんで、まあフェザーがより少ないので言うとヒマラヤンの方が少ないので、まあダウンの抜けとかがあんまりないかなと思いますし、それこそ生地が外も内も頑丈に作られてるからあんまりダウンの抜け毛みたいなのは気にならないかもしれないなというふうに思います。まあこれは多分数値的に見たら理論的にはダウンの抜けが少ないのは圧倒的にヒマラヤンやと思うんですけど、まあ実際使ってみたら結構抜けるかもしれないですけど、まあそんな感じになってるということですね。でこれは次はですね、ダウンの質になってくるんですけど、ダウンの質に関してはですね、このバルトロの方は明記しないんですよね。どんな高級なダウン使ってますよとか、いやどんなダウン使ってますよみたいなのがないんですけど、まあ、こっちのヒマラヤンの方に関しては、まあ、世界でもトップクラスレベルのダウンが使われてるんですよ。それがフィルパワーが900っていうんですけど、まあ、それが使われてると。でバルトロの方に関してはもしかしたら高い数値のフィルパワー使ってるかもしれんけど、まあ、もし仮に高い数値のフィルパワー使ってるんやったら絶対言うじゃないですか。うちこんなフィルパワー使ってるんですよとか、700使ってるんです、800使ってるんですって言うから、言わへんっていうことは、まあ、そんな高ないんやろうなとは思うんですが、まあ、その辺もダウンの質として差にはなってくるんかなっていうのが、まあ、以上比較になってくるんかなと思います。まあ、というところで、まあ、おすすめに行きたいなと思うんですけど、まあ、おすすめというかどんな人に向いてるんかというと、まあ、バルトロに関しては別に誰でも着れると思いますし、誰でも別に着て問題ないとは思うんですけど、逆にこの奥のヒマラヤンパーカーの方に関してはそれこそまあ生地も丈夫やし、内側外側ってあんま破れたりせえへんとは思うので、まあ、ほんまに頑丈にガシ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 着ても全く問題ないし、あったかさもあるってことなんで、例えばやっぱ寒い地域の方とかはこういうヒマラヤンの方が良かったりするんかなとかって思うんですよね。僕2年前に北海道に行ったんですけど、その時って吹雪吹いててバルトロライズジャケット着とったんですけど、若干バルトロでも寒かったんですよね。で、まあ、それって人の感じ方によると思うんですけど、吹雪吹いててもパーカー1枚でおる人もいてれば、僕みたいにバルトロ着ても寒いっていう人もいてるんですよね。だからその感じ方によって若干違うんですけど、まあ、僕やったら間違いなく北海道とかに住んでたらヒマラヤンパーカーを買うやろうし、まあ、それこそ東北とかでも寒いじゃないですか。この間仙台行ったんですけど、仙台とかでも寒いから、そういうの寒がりな方とかやったらヒマラヤンとかの絶対いいと思うんですけど、まあ、特に俺は暑がりやでっていう人は、まあ、そもそもバルトロ自体もいらんかもしれないですけど、まあ、その辺は人のその寒さとか暑がりとかによって変えたらいいと思うんですけど、もし仮にまあバルトロライトジャケットで満足してたら別にこの動画閉じてもらって次に行ったらいいと思うんですけど、もし満足しないっていう方がいらっしゃったら、ちょっとワンランク上にヒマラヤンに上げても、まあ暖かさとしては確実に上がるのであったかいと思うし、あとダウンの抜けが気になるとかっていう方もこっちの方がいいかなと思うんですよね。で最後サイズ感に行きたいなと思うんですけど、そのサイズ言うの忘れたんですけど、これ両方とも M って言ったじゃないですか。で後で着用してる様子見てもらうんですけど、バルトロライトジャケットの M サイズとヒマラヤンの M サイズって全く違うんですよね。でそれこそサイズ表を見たんですよ。でサイズ表を見て身幅とか、あと着丈とか袖丈とかで比べてみたら、実はこれ面白いのが、同じ M サイズやけどヒマラヤンに関してはバルトロで換算したら XL ぐらいの大きさになってるんですよ。それから普段 XL で着てある方とかやったらこの M サイズぐらいでいいやろうし、まあ、感覚としてはですよ、2サイズぐらい下げる感覚で今のバルトロのシルエットができるというか、だから僕とかやったらこれ M サイズでバルトロ着てるので、こんな感じでジャストに着たいっていうんやったら
らヒマラヤンでは XS サイズぐらい着とけば、まあこれぐらいジャストには着れると思うんですけど、まあそもそもね作られた用途が違うから、バルトロに関してはこれロンティ1枚の上に着る用として作られてるけど、ヒマラヤンに関してはこの中に普通にシェルとかフリースとか着込むことを想定して作られてはいてるので、まあその辺で着方は若干違うんですけども、そうインナーありきで着る用として作られてるので、まあ元々が大きいっていうのがだいぶ違うんじゃないかなと思います。まあなので同じブランドから出てる同じようなダウンジャケットやからサイズも同じでいいやろうって言ったらそういうわけじゃなくて、まあ気になる方はご自身で身幅とか袖丈着丈とかっていうのを見てもらったらいいと思うんですけど、僕が実際見た限りではこのヒマラヤンの M サイズはバルトロに換算すると XL でもちょっとちっちゃいぐらいだったんですよね。だから XL ぐらい着てはる方やったらちょうど同じようなサイズ感では着れる。で例えば普段 XL 着てはるからって言って XL サイズヒマラヤンで買っちゃうとめちゃくちゃでかいと思うんですよね。それはなんでかっていうとインナーを着ることを想定して作られてるので、まあ、でかくなってくるっていう感じはあると思いますので、まあ、その辺はサイズ選び参考してもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、最後ね着用してる様子見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですねバルトロライトジャケットとヒマラヤンパーカーを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。